株式会社コストってこんな会社？福祉施設のかかりつけ医として多くの施設運営に寄り添ってきました。私たちができるワンストップサービス、株式会社コストの建築設計実績をご紹介いたします。大山崎桜の里保育園、ヒアセンター今熊の森の歌保育園、もずめ保育園、地域福祉支援センター島本、薬は水の里保育園、安心サポートハウス放火園、京都桂川園久世障害者リサービスセンター、社会福祉法人梅の木福祉会常用作業所、安らぎの飯尾川、株式会社コスト木造福祉施設の実績をご紹介します。大吾学園フラット木造2階建て392平米グループホーム新町お池木造2階建て 866.85 平米、グループホーム渚園木造平屋建て 413.93 平米、保育園、ワーク総楽、ヘアサポートセンター高ヶ峰、ホタルの里ショートスキー、障害者グループホームワオ、株式会社コストの木造 CLT による福祉施設への挑戦、障害者施設で京都初の本格的な CLT パネル工法、工期短縮とその経済性を改めて実感、社会福祉法人小道福祉会ラーゴム新築工事、障害者グループホームでの CLT の有効性を再確認しました。ジョイフル上鳥羽木造 CLT 工法2階建て 445.66 平米、高齢者グループホームでの可能性も改めて認識しました。 CLT の可能性とその広まりを確信しました。高齢者グループホーム日だまり梶塚木造 CLT 工法2階建て477平米、社会福祉法人希望の家コミュニティプラザ地下1階地上3階建て989平米、株式会社コストは木造 CLT 工法への挑戦を続けます。国産木材の需要拡大を目指します。未来の子どもたちのために。